どうもほにょげです。今回は動物の森の大人気キャラクター、トタケケ、について、過去作品から最新作品まで解説していこうと思うぜ。トタケケは動物の森シリーズの全作品に登場しているキャラクターで、動物の森をやったことがある人なら、誰しも知っているキャラクターだよね。トタケケがどういう場所でライブをして、現在のライブ形式に進化していったのか、順番に解説していこうと思うぜ。ぜひ最後までゆっくりしていってね。まずは64番、初代動物の森から、ゲームキューブ版、動物の森プラス、E プラスについてだぜ。トタケケは初代から登場するのよね。村の記録がない状態で、スタートすると初めに会うのが、このトタケケというキャラクターなんだぜ。これから一人暮らしをするという、プレイヤーの状況を説明してくれるわね。初めに出てくるし、何か重要なキャラなのかな？と思わせてくるけれど、作中では週1回土曜日の夜に、ライブをしに来るキャラなんだよね。初代やゲームキューブ版の動物の森のパッケージにも表示されてるキャラで、ライブの最中にはスタッフロールが流れるなど、何かと特別扱いされているキャラクターなんだぜ。実はこの、トタケケは実在する人物が元ネタとなっているんだぜ。そうなのよね、知る人ぞ知るだわ。モデルとなったのは任天堂の作曲家で、動物の森シリーズのサウンドディレクターの、戸高和美さんだぜ。彼は会社内でよくギターを弾いていたらしいぜ。まんまトタケケじゃないの。この、トタケケ、という名前は戸高さんが学生時代にゲームキャラクターにつけた。名前が、トタケケ、だったことに由来しているらしいぜ。トタカ、プラス KK、でトタケケってことかしらね。また、トタケケのライブで演奏してもらった曲は、ミュージック、として、アイテムとなり、プレイヤーの部屋にある音楽プレイヤー系の家具で聴くことができるぜ。これはシリーズを通して同じ仕様だわね。64やゲームキューブ時代からしっかり受け継がれているわ。しかし、この時代のトタケケは雨でも雪でも、駅前で歌い続けるという、ストロングスタイルを貫いているんだよな。なんだか歌わせてるのが申し訳ないわね。ちなみにライブの演奏曲は、お任せすることも、リクエストすることもできるんだが、初代の頃からリクエストじゃないと聞けない、いわゆる隠し曲が存在するぜ。それはなんとなく聞いたことあるわね。初代から E プラスでは、大好き、おととい、ケケソング、の3つが隠し曲となっているぜ。リクエストすると、どうしてその曲を知ってるんだい、と驚かれるぜ。ケケソングは他のゲームにも隠し要素的に入っている曲だわね。ちなみにこの時代の小ネタが一つあって、午後8時45分頃に、トタケケのライブを聞いていると、後ろに何やら変なキャラクターが映り込むぜ。え、誰？お分かりいただけただろうか。リセットさん。なぜだか知らないが、ライブ中にリセットさんが映り込むぜ。謎すぎて笑うわ。以上、初代からゲームキューブ版までのリセットさんじゃなかったトタケケについてだったぜ。お次は DS 版、おいでよ動物の森、と、Wii 版、町へ行こうよ動物の森、についてだぜ。この辺は一番記憶に残っているわね。これまで野外ライブを行っていたトタケケだったが、おい森から純喫茶鳩の巣が登場したことにより、鳩の巣の一角を借りて、トタケケのライブが開催されるようになったぜ。おい森には駅がないから、どこでトタケケに会えるのか最初わからなかったわね。鳩の巣にはピアノやアンプのようなものが設置されているんだが、行われるライブは今までと一緒で、アコースティックギター一本の、ストリートスタイルなんだぜ。やっぱりかっこいいわね。これまでのライブは謎の真っ暗な異世界で、カメラがぐるっと回るという演出だったが、おい森や町森のライブでは店内が暗くなり、店内をいろんな視点で映すようにカメラが、切り替わるという演出に変わったぜ。これ、聴く曲に合わせてカメラが切り替わるから本当に凝ってる演出だなと感じたわ。やはりトタケケライブは動物の森の中でも、一層力の入ってるコンテンツだと思うぜ。ちなみに Wii 版の町森では、トタケケの秘密曲が更新されており、新しく、春の木漏れ日、ブルーおにぎり、放浪、が追加されているぜ。これらは追い森時代のいわゆる、外れ曲、で、トタケケのレパートリーにない曲を、リクエストすると弾いてくれていた曲たちが、新曲として追加されたということになるぜ。春の木漏れ日は聞いたことある人はピンときたと思うが。これは64やゲームキューブ時代の、お花見、の際に流れていた曲が元になっているわね。トタケケの曲にはこんな感じに作中の曲のアレンジバージョンもあったりして、面白いんだぜ。森の生活、は過去作の外れ曲で、シリーズテーマ曲のアレンジだし、
船歌2001は、カッペイが島へ渡る時に歌う曲だものね。そうなるぜ。本当は他の曲もいろいろ解説したいが、さすがに時間がないから、要望が多ければまた別の機会に動画化したいと思うぜ。以上、大森と町森のとたけけとミュージックについてだったわ。お次は 3DS 版、飛び出せ動物の森、のとたけけについてだぜ。飛び森では元芸人の師匠が経営する、クラブ師匠、でライブを行っているぜ。今までのように土曜日の週1回だけじゃなくて、毎日夜になると DJ けけとして、20時からライブを行ってくれるんだよね。はじめは駅前で弾き語りをしていたとたけけが、まさかこんなに出世するとは、村メロや持ち歌の DJ バージョンを、ノンストップでランダム演奏するパーティーナイトで、住民と一緒にノリノリになれるという最高のライブなんだぜ。かっこ入場料無料。また、毎週土曜日の夜はちゃんとオールドスタイルの弾き語りをしてくれて、ちゃんとリクエストした曲を弾いてくれたり、演奏した曲をアイテムとしてもらえたりするぜ。このとたけけのアコギライブは、削除されなくてよかったと思うわ。ちなみに飛び森でもちゃんと秘密の曲があり、うたたねの夢、お散歩、動物の島、の3曲がリクエストしないと弾けない曲として追加されているぜ。これらはすべて町森で適当にリクエストした際に流れる、いわゆる、ハズレ曲、だった曲だぜ。なんだかハズレ曲が新曲として追加されるパターンが多いわね。ちなみにこの、動物の島、は動物の森プラスで行ける南の島の、BGM をアレンジしたものとなっているぜ。懐かしいわね、過去作とのつながりが多くて嬉しいわ。また、この飛び森の DJ ケケのライブスタイルは、任天堂ライブなどでも採用されていて、かなり上がる仕様となっているぜ。とたけけの名曲でライブ聴けるのは最高なのよねー。ちなみに飛び森では歌のレパートリーが増えたからなのか、豆粒のお店が大きくなり、ホームセンターやデパートになるとミュージックが売られるようになるぜ。週一でリクエストしないと集められなかったから、これはありがたいわね。また、ミュージックをRパーカーズで、シャコガイの貝殻と一緒にリメイクすることで、その曲のオルゴールが作れるなんて要素も追加されているぜ。お気に入りの曲のオルゴールバージョンが聴けるのは嬉しかったわね。と、まあこんな感じでとたけけの今までと違う要素が、いろいろ追加されている飛び森だったぜ。お次はスイッチ版集まれ動物の森での、とたけけについてだぜ。集まれのとたけけは、はじめに島についてテントの中で眠ると夢の中に出てくるのが、初登場となるのよね。この暗転した画面にポツンと現れる感じは、初代動物の森の、始まる時の画面を踏襲していると思われるぜ。あつ森では島を整備し発展させてとたけけを呼ぶことを、一つの目標としてゲームが進んでいくため、この後、とたけけと会えるまでには時間がかかるぜ。とたけけが来て、ストーリーが一段落するのよね。あつ森では初代やゲームキューブ版のように野外でのライブを実施するんだが、場所は駅前ではなく、案内所の前の広場で行うようになるぜ。一度呼べるようになると、ちゃんと毎週土曜日に来てくれるのよね。そうなんだぜ。ただ初代やゲームキューブ版と違って、朝から雨でも雪でも広場で歌っているんだ。この映像だけ見ると、誰もいない雨の中で歌ってるちょっとヤバいやつだわね。歌のリクエストは、夜の6時からできるようになるぜ。夜にはちゃんとこんな感じに住民も観客としてコンサートに参加するから、昼間のようなヤバいやつにはならないぜ。ライブは暗転してスタッフロールが流れるという、これまた初代やゲームキューブ版の仕様と同じものと、待っているんだぜ。これは初代から動物の森をやっているほのげ的には嬉しい要素だったわ。しかも海外版も合わせた携わってる人の多さが、このゲームの開発量の多さを、物語っていると思うぜ。明らかにスタッフロールの量が違うわよね。ちなみに、あつ森でも秘密曲が存在し、さよなら、ドライブ、動物の街、の、3曲が隠し曲となっているぜ。これらは飛び森の、ハズレ曲だったものだぜ。あつ森でも昔のハズレ曲が新曲になっていたのね。動物の街は、Wii版の町森の、街で流れている音楽をアレンジしたものだわ。こうやってレパートリーが増えていくのは普通に嬉しいぜ。ただ新作が出るたび音楽の量が増えるのが大変だと思うが、その辺は任天堂さん頑張ってほしいぜ。ちなみに、あつ森にもハズレ曲ってあるの？存在するぜ。聴き方は過去作と同じように適当な曲名をリクエストすることで、ランダムで3曲のハズレ曲の中から演奏してくれるんだが、その中の一つを今回は聴いてみよう、でリクエストしてみたぜ。あ、これは、あの曲じゃないか。おかわりいただけただろうか。実はハズレ曲3つのうち1つは、なんと大森のタイトル BGM のアレンジなんだ。
次回作が出るとしたらこの辺も新曲としてリリースされるんじゃないかと思うぜ。やったー、この曲大好きだわ。おい森は思い入れのある人多いと思うから、これは熱い選曲だなぁと思ったぜ。というわけで、あつ森のトタケケについてだったぜ。以上、動物の森の大人気キャラトタケケとそのライブや音楽について、進化の歴史を振り返っていったぜ。トタケケは最高のミュージシャンだわね。このチャンネルではこんな風に、動物の森や他のほのぼのゲームについて、懐かしい、面白いと思えるような、動画を投稿していく予定なので、ぜひ、チャンネル登録して待っていてほしいぜ。みんなの感想や思い出も、コメントで残していただけると嬉しいわ。それではまた別の動画で。じゃあの。